旧ブルク劇場建設中のブルク劇場ブルク劇場はオーストリアのウィーンにあるドイツ語圏で重要な劇場である。最初の建物はウィーンの宮廷劇場として1741年に完成した。フランツ一世のフランス趣味に従って当時のテニスでなく屋内で行うコートテニスのコートを改造したロココ建築の建物でフランスオペラ座が公演を行っていたために当初、 フランス劇場とも呼ばれた。ヨーゼフ2世時代の1776年に、旧帝内のフランスオペラ座とイタリアオペラ座を廃止し、ブルク劇場を国民劇場としてドイツ語の劇のみを上演する改革が実行されたが、これは失敗に終わり、1783年にイタリアオペラ座が復活している。モーツァルトの高級からの誘拐、フィガロの結婚、コジファンツッ ベートーベンの公共局第一番の初演会場として知られている。現在の位置には1888年に完成したが、1945年の爆撃と火災で消失、1955年に再建された。ありがとうございます。